レオ・フランク事件。レオ・フランク事件とは、アメリカ合衆国ジョージア州のユダヤ人、レオ・フランク。レオ・フランクが、少女に対する殺人で逮捕され死刑判決を受けたが、減刑後にボートによって、刑務所から拉致されんちを受けて殺された事件である。現在では彼は冤罪であったとされ、ユダヤ人差別のスケープゴートにされた犠牲者と言われている。 1913年4月26日の土曜日は南軍戦没将兵追悼の日という祝祭日であった。ジョージア州アトランタに住むメアリー・フェイガン、メアリー・フェイゲン、当時13歳が行方不明になった。そして翌27日午前3時に彼女の勤務先であるナショナル鉛筆工場の地下室で遺体となって発見された。第一発見者は主営のニュート・ D。 ニュートリーであった。彼の供述によれば、未明に用を足しに地下に降りてきたところ、彼女の冷たくなった遺体を見つけたという。遺体の後頭部には打撲症があり髪は血で固まっていた。また首には締められた跡があり、強姦されていた。ただし書物によっては未遂とするものもあり、床を引きずられたのか、顔は擦り傷だらけだった。犯人の指紋は採取されなかった。 遺体のそばに鉛筆で書かれた二枚のメモが落ちており、そのメモには、稚拙な少女らしい筆跡で、黒人が、こんなひどいことをしたのよ。私は隙を見て、これを書くは、原文はもっと人種差別的なものであと書かれていた。しかしながら彼女は、文房で字が書けなかった。そのためアフリカ系アメリカ人のニュートリーが、事件に関与していたとして、身柄を拘束された。また彼女の友人も、 共犯として拘束された。この事件に対して、全米のマスメディアはセンセーショナルに報道していたという、情報提供者には報奨金が支払われるとも宣伝されていた。そのため、彼女の上司に当たるレオ・フランクが彼女につきまとっていたことや、売春宿の主人から、当日少女を連れ込みたいとの電話を受けたが、断ったとの通報が入り、いずれも怪しげなものであったが、 捜査機関が彼に疑いの目を向けるきっかけとなった。レオ・フランク、1884年4月17日、生まれはユダヤ系アメリカ人でコーネル大学を卒業して鉛筆工場のマネージャーとなっていた。彼は、いわゆる上流階級であり、ヨカをオペラ歓劇やテニスをして過ごす生活であった。警察は彼に疑いの目を向け彼の衣服も鑑識に回したが、 結果は結婚はなくしろであった。しかし捜査の段階で、鉛筆工場の従業員事務コンリーが、フランクにメモをかけと命令。筆跡は彼のそれと類似していたされたばかりか、彼女の遺体を地下室に運ぶのを手伝いと言われ、謝礼として200ドルを銀行口座に振り込まれたなどと主張したため、フランクに殺人の容疑がかかるようになった。 7月28日に始まった裁判では共犯者コンリーの証言だけがフランク有罪の唯一の証拠であったため彼の証言の信憑性が焦点であった。しかし彼の証言には矛盾点も多いものであった。また真犯人は実はコンリーであるとの証拠は示していたが、検察はコンリーを単なる死体隠匿の共犯に過ぎないと言明していた。そのためコンリーは 殺人罪では起訴されなかった。フランクの有罪か否かの判断は、陪審員の評決にかかっていた。しかし裁判所には、多くの傍聴人がいたほか、建物の外にも多くの群衆が駆け寄っていたため、評決に重大な影響を与えることになった。またフランク弁護団は、陪審員にいた二人の黒人を喫して排除した。フランクも証言でコンリーは虚偽ばかり言っており、自分は、 彼女の死に関わりはないと主張した。しかし、ジョージアの新聞社が教育を受けていない黒人が、あれほど詳細な話を創作することは不可能だと主張したように、陪審員、無罪評決を出さないように脅迫を受けていたと、フランクの弁談は主張していたはコンリーの証言を信用し有罪評決を下したため、裁判長は死刑判決を宣告せざるを得なかった。 フランクの上訴は退けられ、ジョージア州司法当局に対する人身保護請求も、却された。これは裁判長が、もし陪審が無罪を表決すればフランクが死刑に遭うと危惧していたように、ジョージアの世論は、扇動的な報道によってフランクが殺人犯であると、確信していた。この裁判は、黒人の証言によって、白人の死刑が宣告されたという南部においては、 前代未聞の事件であった。しかしながら、これを肯定する報道もあったのは、黒人排斥主義だけでなく、ユダヤ人排斥主義も蔓延していたためと指摘されている。決心の後、さらにコンリーが、真犯人と疑わしい新しい証拠が発見され、フランクが真犯人だったのかどうかが疑問視されるようになった。フランクの弁護団は、 ジョン・マーシャル・スレートン知事に御社を請願した。多くの原型支持派から署名が寄せられたが、それ以上に、数多くの反対派から署名が寄せられた。しかも反対派からは脅迫状が千通以上も届く、ありまであった。また所有する新聞で反ユダヤ主義を先導していた、後の連邦上院議員からは、原型請願を却下せよとの工作を仕掛けられていた。 綿密な検証の結果、フランクの無罪を確信していたスレートンは、処刑予定日の前日1915年6月20日に、フランクに恩赦を与え罪一等を厳じて、終身刑とした。原刑が伝えられると、一部州民が暴徒と化し、スレートンへの報復のため知事帝へ武装して詰め寄った。ため、アトランタ市内は、戒厳霊下に置かれ、州兵が介入することで事態を収拾した。 スレートン自身は殺害予告を受けていたため、州外への逃避業を余儀なくされ、アトランタへは第一次世界大戦後まで帰ることはできなかったという、終身刑に原刑されたフランクであったが、1915年8月17日にメアリー・フェインガン騎士団と名乗るグループによって収監されていた刑務所から拉致された。フランクはメアリーの生まれ故郷であるマリエッタ。 3 8 6トル離れた絵と連行され、そこで銀地を受け縛り首にされ、処刑された。彼の殺害には25から28人が関与しており、その中には、老快なジョセフ・マッケー・ブラウン前知事といった政治家が含まれていたが、フランク殺害で誰も逮捕起訴されることはなかった。この事件を利用して、失勢に対する民衆の不満を巧妙にそらし、それまで、 救民状態にあった、差別主義者、クー・クラックス・クラン、KKK 眼を復活させることに成功したと言われている。一方で、この事件は、米国社会のユダヤ人たちに反ユダヤ主義への危機感を与え、名誉毀損防止同盟を創立させる契機となった。この事件の真相が明らかになるのは、1980年代に入るのを待たなくてはならなかった。当時14歳で、 工場の事務所で働いていたアロンゾ・マンは、コンリーの犯行を目撃していたが、真実を話すまでには至っていなかった。1983年3月4日、マンは宣誓し、コンリーが殺害した事実について語った。そして3年後の1986年3月11日、ジョージア州は、レオ・フランクを特赦とした。事件から70年以上が経過していた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。